串カツソース味ですね。ここまでねソースがついてるんですよね。わあうまいですね。やっぱビッグカツ丼と同じぐらい美味しいです。はい、どうもトカゲのあっさんです。今日はですねこちらの駄菓子を紹介したいと思います。紹介する駄菓子がこちらです。串カツソース味ですね。この駄菓子はですね問屋さんに新発売でありましたのでつい買ってしまいました。取っ手の部分までソースがついてるんですよねそこが面白くてね今日は紹介しようと思います。はい、こちらですね。串カツソース味で栄養成分が 100g あたり 504kcal ですね。あとね、1個あたりは書いてないですね。このおじさんが揚げてるんでしょうか。で、名称が魚介加工品ですね。原材料名が植物油、パン粉、小麦粉、魚肉シート、魚肉すり身、全卵、植物性、タンパク質、でんぷん、植物油、食塩、香料、で濃厚ソース、でんぷん、香辛料、卵白、植物性タンパク質、タンパク、加水分解物、食塩で、添加物がソルビトール、グリセリン、加工でんぷん、調味料、トレハロース、膨張剤、着色料、増粘剤、甘味料ですね。で、串カツっていうことなんですけど豚肉とかじゃないんですよね。ここにある通り魚肉を使っております。開封後はお早めにお召し上がりください。竹串を使用しておりますので注意してお召し上がりください。ここにね、なんかキッチンペーパーがね、引いてあります。はい、じゃあ早速開けてみたいと思います。開けてみます。はい、おお、すごいいい匂いします。わあ、これ美味しい絶対。ちょっと出してみましょうかね。はい、お皿を持ってきました。じゃあね、出してみます。何この持ち手のとこ、竹串だと思うんですけどここまでねソースがついてるんですよねそれが本当この駄菓子の特徴ですよね。ここももしかしたら食べれるかもしれないですよ。これね、動画で伝わればいいんですけどすごいいい匂いがしますね。ということで今から食べてみるんですけど、もうせっかくならね玄米ご飯と一緒に食べてみたいと思います。あとこのキャベツも用意したんでね、完璧です。これをねここに乗せて、でこれを取り乗せる、ね、もう一個ぐらい。はい、できました、できましためっちゃ美味しそう。だいぶ前にねビッグカツでもやったことあるんですけど、ほんとびっくりするぐらい美味しいんですよね。キャベツとカツとご飯の組み合わせ、ぜひね皆さんに食べてほしいです。はい、じゃあね早速食べてみたいと思います。うん、硬っ、ちょっと硬い。うん、まあうま、甘めのソースがかかってますね。わあうまいですね。やっぱビッグカツ丼と同じぐらい美味しいです。で、すり身の部分はなんか結構薄いですね。これね、ちょっと魚肉シートが、魚肉すり身って書いてある、ね、入ってるようで入ってないんですよね。ちょっと多分このだけ最初の状況がおかしいよね。この四角の状況がさ、どこに何が食べてない、入ってないっけ。どういうことなんやろ。硬いものがあるっていうか、ああ硬いよね確かに。うん、薄いんやろうね多分。薄いものに衣つけとんかな。それでも少しはさ、ほたらみたいになんかシートがさ、うん、残りそうなもんや。うん、それかさ、これ自体がもうこの衣に見えるけど、これ自体がもう魚肉シートなんじゃない、うん、でもなんかシート的なやつが入っとってもいいよね。うん、これ分からんけど美味しい。そうそう、分からんけど美味しい、うん、何を揚げてるのか分からんけど美味しい。うん、
これ揚げる前の姿が見たいよね。うん、当然な、分からんよねこれ。だからこのぐらいのシート状のものを揚げてるんだと思うんですけど、うん、噛んでもシートは出てこないんですよね、うん、不思議な駄菓子。面白い、うん、この多分油っぽいのを持ちやすくするためにこれをつけてると思うんですけど、ここ曲がってるんで結局ベタベタになるっていうね、うん、はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。串カツソース味をね紹介しましたけど、これなかなか不思議な駄菓子ですよね。福岡大塩スルメさんのところに行ってね、製造工程をねぜひ見てみたいですね。福岡市の会社みたいなんで、いつかね取材に行けたらなと思ってます。はい、で値段なんですけど33円ですね。33円で販売いたしますので、食べてみたい方はぜひ買ってみてください。はい、ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。